ペルーのコンドル・サイモンガーファンクル・コンドルは、飛んでいくとは、アンデスのフォルクローレの代表的な楽曲である。1970年に、アメリカ合衆国のフォークロックデュオ、サイモンガーファンクルによってカバーされ、日本や、その他の国々に広く知られるようになった。ケーナ・チャランゴ・ギターで演奏される、この曲は日本でも多く親しまれている。曲は三部構成となっており一部が、 ヤラビと呼ばれる、アンデスの、寒く乾いた山を連想させる物悲しい旋律。二部が、フォックスインカイコ、または、パサカージェと呼ばれる、更進曲調のリズム。三部がワイのと呼ばれる、華やかな部曲となっている。サイモンガーファンクルがカバーしたのは、このうちの第一部の部分だけである。また原曲は、和音がないメロディのみに近い曲であり、サイモンガーファンクル版で知られる。 ロスインカスの演奏は和音をつけて物悲しい雰囲気を強めている。旋律は同じではあり、カバーと言えるがアレンジに近い。また、二部を抜かして一部と三部だけで演奏するグループも少なくない。ペルーの曲であるが現在日本で入手可能な音源は圧倒的にボリビア、ついでアルゼンチンのグループによる演奏が多い。この曲は1913年に ペルー人作曲家であり、民族音楽研究家であったダニエル・アロミア・ロブレスが、自身で採布した伝承曲のメロディをモチーフにして書いたサルスエラの助曲として発表された。すなわち、彼の作曲作品である。サルスエラそのものは、当時のロシア革命やメキシコ革命などを、時代背景として、先住民系鉱山労働者の団結とアメリカ人、 鉱山師との闘争を歌ったかなり政治的メッセージ色の強いものだったが、序曲であったため原曲には歌詞はない。このサルスウェラ作品は当時かなり話題を呼んだがその内容があまりにも政治的に過激であったためか、その後、上演されなくなり美しいメロディを持った序曲だけが民族音楽化して残った。その後、1960年代以後になって何人もの、 人が死をつけている。なお、現在知られているメロディーは、アロミア・ロブレスの発表した原曲からは一部、改編されている。この編曲を行ったのは、アルゼンチン出身で、フランスで活動していたグループ、ロス・インカスのリーダー、ホルヘミル・チベルグだと言われるがそれは事実ではない。すでに1950年代に現在に近いスタイルで、演奏されていたという。 より信憑性のある証言がある。むしろ、ミルチベルグには当初この曲を自作曲と発表していたなどの問題が指摘される。なお、サイモンガーファンクルのコンドルは飛んでいくはこのロスインカスの音源に彼らの歌をミックスしたものである。ポール・サイモンはその後も世界の音楽に関心を持ち続け、1972年にはレゲエを取り入れた。 母とこの絆を発表した。当時の日本では、レゲエは、レゲ、レガエなどと発音されることも多かった。さらにサイモンは1980年代にも、グレースランドなど、ワールドミュージックの影響を受けたアルバムを発表した。コンドルは、南米最大の飛ぶ鳥で、その優雅に舞う姿などから、アンデスの神話などで重要な役割を果たしている。た多,多数あり。 https www.discogs.com ロスインカスエルコンドルパサーリリース3306146ありがとうございます